あ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド金曜日金ピラごぼうの金金ピラピラお星様ラジオ、はい、ということでですね、今日も生放送でお送りいたします。今日はですね、相方のタイガさんがですね、そうなんですよ、もう来月か、日付変わってかな、日付変わってもう10月なるね、今日が9月の30日だから、来月旗揚げ記念公演があって、ちょうど明日からね、その旗揚げウィークというか、ネタバトルを旗揚げ記念公演の16日、2 days やるんですけどね、15、16やって16日のネタバトルが決勝ということで、で予選が明日僕たちあります。1日ですね。で明日のもうチケットは完売したのかな、あと1枚とかあったのかな、無料なんですよ。で4日もありまして、4日はまた別の芸人が出るんですけれども、2日間予選がありまして、で、ちょうどですね、今日からその旗揚げウィークというのが始まってるのかな、2週間に及ぶ旗揚げ、週間がありまして、まーちゃんさん、うちの芸人の大先輩のまーちゃんさんが、もう国神の方から、なんか、走ると言ってるんですよ。で、走って、ちょうど今日も走って、どこぐらいまで行ったのかな、ちょっと僕情報を追えてないんですけれども、明日の僕たちのライブの、日に、ちょうど天ブスにゴールするっていう目標で走ってるということで、その付き添いですね。付き添いでタイガが、こう、朝っていうかもう、多分、朝方ね、夜中と朝のちょうど間ぐらい。で、なんか付きっきりでサポートしてるということで、で、今日も、なんか配信がね、なんか FEC で、9時ぐらいからあるっていうことで、その、まあ、サポートもありつつ、それ終わりで向かうか、もう、ちょっと体力が限界だっていう場合は、もう休んでいいよということもね、ちょっと伝えてありますんで、まあ、来るか来ないかちょっと、まだわかんないんですけれども、待ちつつ、始めていきたいと思います。カープボーイさんからコメント来ております。きんぴらごぼうさん、皆さん、こんばんは。今日も、空もないとなと思ったら、今日は仕方ない理由が、なるほどね。今日もタイがいないかなと思ったら仕方ない理由がちゃんとあるということかな。スプリームさん、ささがきごぼうの皆さんこんばんは。違うから。ささがきごぼうもなんか違う世界線でありそうな名前だな。思いついてたらそれになってたかもしれない名前。池さん、こんばんは。先ほどまーちゃんさんマラソンタイと会ってきました。あ、そうなんだ。どんな感じでした？いました？まーちゃんさん。どこに行ったんかな？シュプリームさん、来ないに10万って。いや、でもね、来ないんじゃないかな？来るかな？まあ、明日もライブありますからね。ちょっとこう、休養も取りつつ、僕も行ってほしいなとは思ってますんで、まあ、来ないかもしれないですね。はい。よろしくお願いします。で、今ですね、スタジオには僕一人で、今、放送してますんで、今日も何かコメントやらでね、参加お願いいたします。ななちゃん、こんばんは。9時台のチャンネル FEC の配信見ました。まーちゃんさんきつそうでした。あ、そっか、見たんだ。僕ちょっと見れてないんですけれども、いや、きついでしょ。だってなんか写真で見たんですよ、ツイッターで。海入って
ってそば食べてるみたいな、よくやるなって思いましたね。あんなもう1日その時点で50キロとか走ってるんですよ。だからハーフマラソン、あ、じゃあフルマラソン以上ですからね。すごいよね。でフルマラソンってもう自体がもう人間の限界を超えてるって言ってたじゃないですか。あ、聞いたんですけどね。それ以上の走りをするんで、一応写真で見た限りまーちゃんさん10歳ぐらい老けてましたね。なんかおじいちゃんみたいになってたけど大丈夫かな、まーちゃんさん。あー、ありがとうございます。今外の方から手を振ってくれてるのはひふみーさんかな、ひふみーさんですね。ありがとうございます。ひふみーさんが、手を振りながらこちら急なステーション、急なスタジオの前にね、おりましたけれども、カープボーイさん、まーちゃんさんってなんかマラソンでもやってるの、すごいな、あの人確か僕と同じ年だったような気がするから、48歳ではない、ではない、老体に鞭打って頑張ってるなって。そうっすよね、まーちゃんさんマジでガチ走りしてるんですよ。僕めちゃくちゃまーちゃんさんと家近いんですけど、バイト行くって朝何時ぐらいかな、7時40分ぐらいにバイクでブーンって行こうとしたら、ちょうどまーちゃんさんとすれ違って、もうそのマラソン云々の前に毎朝走ってるんですよね、まーちゃんさん。すごいですよ。池さん、ブセナまで来てましたよって。あ、そうなんだ。ブセナってどこ、ブセナってどこにある、え、ブセナまで来てた、どこだろう、チャタンかな。ありがとうございます。はい、あ、キャンさんか、ありがとうございます。キャンさんが、キャンさんと2人放送ですね。お化け、お化け、何、怖い、なんすか、忘れ物か、そういうことね。普通に言えばいいのに。ヒューフーって来て忘れ物ぜ。お茶目な方なんでね。ヘビ男さん、バイバイ。なんで、急にバイバイなんで、ちょっと待ってよ。なんか、せめてなんか、理由言って、なんか急にバイバイ言われたらちょっとさ、なんかこっちもなんかシュンとしちゃうから。ナルトラさん、ブセナは、名護の南の端っこ、すぐ、あ、女村のところか。いや、すごいな。もう女村まで来たんだ。はぁ。いや、今も走ってんのかな？え？さすがに、夜ぶっ通しで走るは、ないでしょう。どっかに泊まるんかな？ななちゃん。旗揚げ27周年の時もまーちゃんさんが走ってたことを思い出しました。あ、なんか、走ってましたね。うん。なんか、聖火ランナーならぬ、聖火ランナーって言って、するメーカー持って、ね、なんか走ってましたね、まーちゃんさん。いや、すごいよね。俺だってさ、今、まあ、たまに走ったりするけど、普通に20分、30分走っただけで結構きついからね。それの何倍、何十倍でしょ？ひふみさん、帰っていて、なんで？あ、今、スタジオに来てくれてるのかな？ひふみさん。ランドさん、あれ一人来てます。そうですよ、今日は一人で放送しております。まあ、なんといってもですね、これは一昨日になるかな、28日だから、そう、初トークライブを僕たちやってきたんですよ。ひふみさん、それとも入っていい？ああ、いいですよ、もちろんです、ひふみさん、はい、入ってきてください。そんな、なんか友達んち来るみたいな感じで来るんすね、ひふみさんって。すごい、ありがとうございます。ランツさん、森光さん好きだからいい、ありがとうございます。ね。もう、好きって言われる分にはもうすごい嬉しいですからね。ぜひぜひ。そう、28日、トークライブありまして、ランツさん、私も外にいるよ。どういうこと？沖縄来てるってこと？本当に？そうなの？カープボーイさん、タイガさん来ないときは牛乳どんなやってるのかな？あ、確かに。ランツさん、嘘を、嘘かい！怖い嘘つくな。
嘘だよって念押しでいいですから、2回も来ないで。そうそうそう、トークライブがあったんですよ。でトークライブのね、きんぴらごぼうの初トークライブで、ちょっとね、まあ、僕たちトークライブといえどなんかこうやっぱいたずら好きというか、なんかこうせっかくだからきんぴらごぼうのその感というかね、まあ僕たち結構な遊ぶのが好きなんで、その会場中もなんかせっかくだから遊ぼうっていうことになって、前日か前々日ぐらいかな、会場 BGM そういえば決めてないね、どうするかっていう話になって、なんかスピリチュアルな音楽流そうかって言ってYouTube で探して、なんかギターでトゥントゥントゥンって、睡眠導入みたいなね、よくあるじゃないですか、 YouTube とかいろんななんか音楽媒体に睡眠導入 BGM みたいな、でそれが iTunes ストアの方でもあったんで、iTunes の方で睡眠導入の BGM を手に入れまして、でそれを流してね、流しながらまあ無料のトークライブだったんですけれども、それでこうまあ僕がね陰慣れでずっと本日はお越しいただきありがとうございます、本日はテーマがスピリチュアル、癒し、そしておひねりってこうずっとなんかこのいろんなことをずっと30分間言い続けたんですよ。そしたらマジでお客さん全員眠くなったみたいでトークライブ自体はすごい盛り上がったんですけど、眠くなったのは最悪だったっていう苦情がたくさん入りましたね。演出、すごい、ヒーフーミーさん、アイヤーじゃなく、どうしたんすか、ヒーフーミーさん。人生を左右する打ち合わせをしてきた。人生を左右する打ち合わせを。お邪魔します。ありがとうございます。どうも FEC のひふみです。FEC じゃないですよFEC ではないです。ありがとうございます。急遽じゃあゲストということで、はい、はいはい、ありがとうございます。いいの喋っていいの。いいですよ、もちろんです。ありがとうございます。喋りたかったそんななんかなんかあったんですね、こう喋りたいをこうなんか、そうなんですよ、今日もう2時間ずれてるんで、はい、2時間ずれてる、はい、ちょっと分かんないんですよ、2時間ずれてるんでって。今日朝6時半に起きたんですよ。はいはいはい。2時間寝坊して。あ、え、違うな、2時間半だな。え、いつも何時に起きてるんですか。4時。4時すげえ。そうなんですよ。あ、そっか、配達とかをされてるからってことですか。そうなんです、牛乳を取りに行くんです。はいはいはい。僕の話していいの。あ、いや、もちろんです、もちろんです。この間トークライブの話続きを。ああ、全然全然、トークライブの話はまたタイガーが来てからでもできるんで。来るの。いや、今日来るか分かんないですけど来週でも別にそもそもトークライブっていうトークのライブをやったのにそのトークをするってよく分かんないですからねおお、新しい、斬新っすね。斬新なんで。いや、チーンじゃないですよ何のチーンなんですか。いやいやいやそう、はいはい、今日はじゃあ、はい、2時間寝坊しちゃったんですか。寝坊したの。え、2時間寝坊したけど、はい、配達、最後の配達終わったのはいつもより30分早かった。んー、どういうきっかけで。わからん急ぎすぎてってことですか。どっか俺飛ばしてないかずっと考えてるんだよな金曜日忙しいんすよ。あ、そうなんすね。昼飯食う時間ないのに。はいはい。今日2食食ってるんだよ。2食食ってるお腹空いてて。で、どういう、で、今までが別にね、そのゆったりやってたわけじゃないってことですよね。いやいやいや、もうキツキツですよ。キツキツでやってますもんね、もちろん、うんうん、なのに、うん、今日は2時間ハンディがありつつ、そう、ご飯も2食食べたってことですか。そうどういう状況ですか。わかんないすごいですね。どういう計算かわかんないですよね。はい。牛乳の件心配してるんですか。そうなんですよそうなんですよ、切羽詰まってるんですよ今。そっか、そうなんですね。実は自分、はい、那覇で住んでて、はい、家の近くに営業所があって、はいはいはい、営業所、はい、そっから牛乳の配達をしてたんですけども、はい、この5月にですね、はい、めでたくこの那覇営業所が潰れてしまいました。めでたくないけど、はい、本社に取りに行かないといけなくなったんですけどなるほど、はい、本社にが玉城にあって、はい、片道30分かかる。ああ、結構遠いですね。往復30分、あ、はい、往復1時 間, 1時間、はい、取りに行くのに、はい、で積むのに10分ぐらい15分ぐらいかかるので、はいはい、1時間半ぐらい早めに動かないといけなくなって、はいはい、それで6時、5時半起床、6時起床だったのが4時過ぎに起きて、ああ、なるほど、ずっとやってるんですけど、はいはい、起きる
起きる時間とかもそうなんですけど、ガソリン代が、あー、なるほど、その分、そうですよね、しかも荷物も、そう、往復24キロ、はいはいはい、の、だいたい月10往復ぐらい、あ、違う、週で10往復するんで、はいはいはい、週で10往復、そう、1日1往復以上してるんですか、週で10往復、で行って、配達行って戻ってき、要するに余分にこの距離、晴れせらないといけなくなってくるので、はいはいはい、月2万ぐらい、ガソリン代が、うわー、きつ、そうなんですよ。自腹なんですよ。あ、そうなんすね。そうなんす。そのガソリン代はもう交通費出ないんですよ。いやー、これはきついっすね。そう、車すぐダメになる。もうだから今車1ヶ月前にはいはい、ミッションがダメになって、代わりの安いのを探すってずっと修理工場に預けっぱなしで、あ、修理工場の人が見つかるまで台車使っていいよって、もう一月使っていいっていうエブリーです。そうです。あ、そうなんすね。そうなんですよ。いや、大変だ。この仕事やってたら僕赤字が続くなと思って、はいはいはい、今、はい、だからちょっとお客さんを探してるんです。お客さん、牛乳買ってください皆さんも牛乳を、はい、確かに本当にね、今以上に頑張らんと続けられない。そっか。か、はい、いっそのこと辞めてしまって、はい、全く違う仕事をしようか。ああ、今ちょっと先輩方と相談してるんです。なるほど、はい、今日はなんかそういった話もしてきたんですか。そういった話も視野に入れつつ、どうにかなりませんかっていう話。ああ、なるほどですね。はい、はあ、16万キロ今僕の車が新車で、はい、買って12年で29万キロ、はい、29万キロ28万キロだ28万キロ。これエブリですか。エブリです。そっか。まあ、ではいや、エブリも28万走ったらもうだいぶですよね。だいぶですよ。ですよね。そうなんです。ラジオ投稿中心の生活ができるって仕事が何かあるかな。そこだ今日カンボさん、仕事以上に ラジオ投稿ずっとしてる。なるほど。そうですよ。ひふみんさん、ちなみに、はい、もちこ、僕もその、はい、ラジオリスナーさんの中で、ええ、お名前をね前から聞いたことある方なんですけど、はい、おそらく僕が芸人始める前から、はい、ラジオはこう投稿されてるってことですよね。僕が多分10年もまだやってないんで。ああ、多分そうだ。20年ぐらいになる。20年わからないけど。多分ね。いや、確かに。ラジオ聞くきっかけが、はいはい、夜の仕事を辞めて、昼の仕事に移るときに、はい、うまくいかなくて、はい、それまでハッピーアイランドを聞いてたのよ。ああ、はいはい。ハッピーアイランド聞いて、はい、いい音楽を、洋楽を、いい音で聞いてたんですけど。はい、はい、はい。昼の仕事探しても全然見つからなくて、はい、世の中に見捨てられた気がして。ああ、なるほど。四季な霊園で弁当を食べてる時に、ね、ハッピーアイランドを聞いてたらイライラして、あ、こんなの危険っつって英語に書いたら、はい、岩井明夫さんが初見のメールを読めないぐらい爆笑してて、はいはい、この番組なんだろうと思って、そこからもうラジオ沖縄にハマって、あれが25で結婚して、あ、違う、29の時だから、そう、29だから、はい、今54だから、いくつ？29の時に54-29、54-29は、25ですね。じゃあ25年。25年、はい、もう僕たちの、じゃあ先輩芸人と同じくらいの芸歴と同じくらいラジオと。そうそうそう、 FEC の立ち上げの時の、はいはい、友人のお兄さんは、はい、僕さん知ってるんですよ。あ、そうなんですか。僕昔働いてたカフェバーに、はい、が琉球放送さんの裏にあって、はいはいはい、でそこにそのたつきが琉球放送でアルバイトしてたんですよ。あ、そうなんですか。アルバイトした帰りに、はい、ちょいちょい寄ったりとか。あ、でその当時はニーニーズもアルバイトしてたので、はいはいはい、ニーニーズも大学生でやり学校通いながら琉球放送のアルバイトが終わるとうちの店で、美濃和さんとかプロデューサーの方だとかメンバーとに呼ばれて連れてこられて、この店面白いって言ってよく来てくれて、店長がすごい、うちの店長がすごい面倒見が良かったんで。あ、そうなんですね。駆け出しのお笑い芸人たちの相談を聞いて、アドバイスしてて、ひふみさん僕はその時は全く興味なかったんで、バーテン一生懸命やってました。はいはいはい、はい、その後にたつきがお店、FEC 立ち上げて、はい、すぐ亡くなったでしょ、はいはい、だからその当時のことはよく僕そばで見てて熱い思いは聞いたんです本人から。そうなんですね、うん、そう、じゃ僕はもう本当に
もう見たことないんで、たつきさんとかは、うんうんうん、FEC のこの始まりを。いい男でしたよ。そうなんですね。あの友次さんがだからそれを引き継いで、はい、なんかやらなんかいなんかやらないやらないといけないみたいな感じで引っ張ったっていうのところとか、あとはその時ファニーズとかも来てたので、はいはいはい、知らないよねファニーズ。いやだその聞いたことはある。聞いたことしかないですね。ファニーズも面白かったんだよな。だからなんかこうすごく沖縄のその若手でそうぐんと来てたっていうのは、あの頃は、はい、お笑い芸人が松竹が出始めぐらいだったの、はいはい、お笑いポーポーとかがもうポーポーのメンバーもうちの店の常連でよく来てて、はい、ね、明さんとはよくずっと一緒に飲んだり遊んでたんで、水場のオープンした時に、はいはい、番組始まって最初のゲストは明さんで、ああそうだったんですね、出させれは暇だけどってから連絡すごいいいのって来てもらって、すごいな、そうそう、だから僕が二十歳ぐらいの時からお付き合いしてる、でしんちゃんとか、はいはい、ゆうゆきやとかも仲良くさせてもらって、あの泉谷やゆとか、私のメンバーとか、あそうだったんですね、そうそうそう、その時はラジオハマってなかったから、でそのその今そこの、はい、バーですか、バーでカフェバー、はい、カフェバーで働いてた時はいくつぐらいの時なんですか。18から29まで働いてました。あそうなんですね、で、はい、その29のタイミングでラジオを式な霊園で夜の仕事を辞めて、はい、一旦愛知に季節労働で1年行って、県外にも行ったんですね。1年働いて、あっちで500円生活して、500円生活、1日500円生活して20キロ 1年20キロ落として戻ってきてで仕事を探したんだけど探せなくて、はい、クリーニングの集配のアルバイトを始めた。あそれしながらサラリーマンの仕事見つけて、あそうだったんですね、はい、だからそっからずっと。そんな話を、初めて日曜日、先生、もう、なるほどさ、何その日曜日の話って、あ、もしかして、そっか、ライブがあるんですよ。あ、そうなの、あ、はい。そう、あ、今日、じゃあ、何か、おー、すごい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 。そう、僕、あの、カフェっていう楽器をやってて、はい、はい、はい。ちょっとだけ、こっちで、チラッとだけ、立ててみますよ。あ、はい、はい。カフェって聞いたことあります？はい、はい。普通はみんな、こんな感じでしょ。はい、はい。で、僕が叩くとこうなるんです。おすごい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 みたいな、すごっ、ちょっとうまいんですかなりうまいですよ、はい、それで、はい、日曜日にモッツでライブがあって、はいはい、参加させてもらえるという。あなるほど、はい、以上です。あいやいやいや、なんかもっとなんか時間とか料金とかないんですか。2000円で6時半会場、はい、あ5時半会場、はい、6時開演、6時開演、はい、ぜひ茶壇のモッツ、はい、劇団5の4、はい、聞いたことあります。ちょっと沖縄今劇団が結構あって、はいあはい、その中に劇団5の4っていうだって5-4みたいに書くんですけど、はいはい、5の4って書いてて、ここの代表が郷士さんっていう方で、あ それで5の4っていう、はいはいはい、劇団の名前をつけて、でこの方が、ケータリンが作った、はい、島森の歌という台本 の劇を西浦さんが手掛けて作ったこの舞台を、はい、郷士さんなんかがや、上演してやったんですけど、その中のメンバーの中に、はい、金子真代さんって言って、こっちで毎週月曜日の朝、はいはいはい、モーニングやって喋ってる子がいて、この子と僕このプチブレイクっていう音楽ユニット組んでるんですけど、あ、はいはいはい、でその真代がこの郷士さんにライブやるから歌わんかっていう話が来て、じゃあ、はい、うちのこのプチブレイクで出させてくださいっていうことで、あなるほど、その流れで僕が出るよということになったので、はい、宣伝しに来ました。すごい、なんかでもちょこちょこなんか出てますよね。その出てますね、結構出てますよね。ちょこちょこですね。いやちょこちょこっていうか、あのなんかだってあのなんか客船の中のなんかディナーショーみたいなディナーショーもやってます。今度今年の12月の11日ももう決まりました。すごい、昭和ソング&フォークライブ、フォークソングライブはっていうの、うちの姉がまた歌手なんですよ。あそうなんですか。はい、だけどもう掘れば掘るほど全部出てくるなそう掘りようがないな。山子という名前で歌を歌ってて、はい、30年以上あのシンガーソングライターやってて、はいはいはい、弾き語りシンガーかはやってて、はい、すげえ。山子と一緒にやるし、あと大城智也君って目の見えない歌手、
はいはいはい、ハートフルシンガーの彼と一緒にまた僕はユニットも組んでて、はい、トモヤと一緒にが呼ばれたら僕一緒についていくみたいな。カホンなんでメインではできないんです。誰かに呼ばれないといかない。あ、一緒にこう、はい、あの、まあ、バンド的な方、バンドというか伴奏的な形になるんですかね。で今だからタイガと一緒にやろうって話はずっとしてるんですけど あいつうんうん言ってねいやでもこれは、うん、あのタイガは性格上、うん、あのめちゃくちゃ引っ張ったら、うん、あのやりますよ。マジ、はい、ずっと言い続けるべき。言い続けてなんならもう、うん、あのライブこの日やりたいから、うん、この日開けといてとか言うぐらいに強引に誘ったら、いや今度のこの日曜日はこのマヨのボーカル、はい、僕のカホンとあとグッシーさんっていうこの方またすごいキーボードの、結婚式のキーボードあのピアノ弾いたりとか、はいはいはい、入場とかもやるんですけど、はい、初見の曲でもあのすぐ弾いたりアレンジしたり、あの楽譜なくても今度この曲やりたいって言ったらじゃあこの曲ジャズ風にやろうかとか、ちょっとアップテンポにするかとか言ってどんどんあのいろんなの変えられる人で、あもうなんか絶対音感的なもうプロです。はい、プラスこう耳コピで全部ゴーッと、うんはい、実はあの違う名前で YouTube も上げてて結構再生回数も、撮ってる人なんですけど、すごいその人名前出すなって言ってるんでもうこれ以上 なるほどそういう方とやって、はい、でキーボードとカホンだけど音が足りなくてギターが欲しいんですよタイガさんタイガさんいやでもタイガその中についていけるかな。いけそうなんですよ、さっきコウさんと話したね。そうなんだ、はい、大丈夫。じゃあもうぜひ引っ張って、はい、あのやらせてください。僕あの彼もね音楽すごい好きなんで。そうなんですよ今度ね、はい、これまた山内さん発表してないはずだけど、はい、年末にちょっとこっちでイベントがあってそこに僕たち出る予定なので。あ、なるほど。そこどんなかなと。あ、いやもうこれは、はい、あのこの日で、はい、あの決定しましたってあのツイッターかなんかでもクリスマスぐらいだよ。いいんじゃないですか。いや仕事忙しくないですか。あ、まあ、確か仕事入るかもな。確かにでしょ。後から FEC の仕事やったら飛ぶもん。そうだね、それはありますね。あ、でも確かにだからそのイベントごと時期的なものを考えるとちょっと厳しいかな、スケジュールみたいな。そうですね、確かに。ギターできる。いやできないですよなんだ、僕も入りますから仕事ああそっかそっか、はい、そうだよねそう、はい、なんか面白いのできたらなと思って。確かに。何の話ですか。いやいやいや、何の話ですか。森光やろうっていや森光はできないです。森光は音楽はねちょっと不得意なんで、はいはい、ほら僕が来たらシーンとなった。いやそんなことないですよシンバルやろう。いやおかしいでしょ、そのメンバーで急にシンバル一人で。いいですよ、シンバルお願いします。いやいや、お願いしないでください。僕スプラッシュシンバルしかないんでバシーンとしかなれないんでシャーンが欲しいんです。いいところでシャーンって言ってください。いやいや、わかんないですけどそのトライアングルもシンバルも難しいだろ、ああいう単純な楽器に限って。チン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 やるな。ラジオ見えないところで動いてこんな感じなのか、はい、カスタネ、ね、ウクレレできるやろ。いや、ウクレレも別にできるってことじゃ、ちょっと触ったぐらいですから。マジで。いやいや、全然できないです。あのできるのうちに入らないぐらい。ただなんかそのジブリが好きなんでジブリの音楽をちょっとあの自分で聞いてただ自分で楽しむっていうぐらいの。やりましょう。アップスの森子さんでしょ。いやいや、マイコさんじゃないから。セブンウップス。セブンアップスの森子さん。誰もじってね。セブンウップスのマイコさんをもじって。ああ、なるほどね、はい、スタッフだからねスタッフさん。いや、一回やってたんです。あ、やりましたね。誰か。やりました。あ、マジ。あ、コントでね、コントの中でやりましたね。あ、じゃあできるじゃん。俺もちょっと忘れてたな、そのことやったことすらできるじゃん、やりましょう。いやいや、できないです、できないです、本当に。何段階も下なんで。いやいやいや、ウクレレのコーナーやってたやんって。ウクレレのコーナーやってましたね。なんか1ヶ月チャレンジって言って、うん、1ヶ月でもう本当に触ったことない状態から1ヶ月でどれくらい弾けるかみたいなやつをこう勝手にやってこの FM ギノワンでやってたんですけど。今度カホンやったら、タイガーギターで。なんすか。カホン、カホン、カホン。でもリズム感が。いやいやいや、いらないいらない。いやいやいや、生のライブなんてリズムみんな狂ってるからあ、そうなんすか。プロでも狂う。いや、でもそれを、うん、やっぱりそのカホンとかはこうベースというか。いや、あれだから、あのカホンは、はい、あのずれたのをあの直す、あのぼやかすために叩かなくなるんですよ、はい。あ、そうなんですか。ドラムもそうなんですけど、手数減らすとビートが刻まれなくなるから分からなくなるんですよ。ああ、
あ、じゃあ16ビートだったやつを8ビートとかにするってことですか。ゼロでゼロです。あ、ゼロにするんですか。もうチャカチャカでこれをこれに戻せる。これ持ってたら分からなくて。ああ、そうなんですね。そう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 。ええー、だから大丈夫です、誰でもできます。そんなトリックがあるんだ。はい、一生懸命合わせようとするとずれてくるんでで、あのボーカルとかギターとかリードしてる楽器の人のせいにできるんで、はい、あいつが走ったから合わせたみたいな顔で、ね、やり合わせようなってみたいな顔で叩いてずらしたのを調整したみたいなふりをするんで。ああ、すごいな。そしたらギター弾いてる人は、あ、俺走ったかもって気持ちになってるとか。そういうことですね、はい、あ、それを気づかせてあげる役割でもあるって。もう全員に嘘つく、うん、やーが悪いでも一番重要じゃないですか。じゃあめちゃくちゃ重要じゃないですか。いやいやいや、大丈夫です。しかもタイガがギターで森光をニコニコしてるだけいやいや、それおかしいだろ、何のためにいれば。でもあれですよね、ひふみさん、この今叩いてる花本も、うん、自分で作ったんですよね。そうです。ですよね、はい、これ作るなんか材木とかも自分でこう、こんな音がメイクマンで、メイクマンで普通にホームセンターで買ってメイクマンに行って、本物の花本を、はい、一旦測りに行って、はい、楽器店に、はい、後ろの穴のサイズだけが分からなかったんで、はいはい、見たら ものによって違うわけさ、で大体これくらいかなって言って測って持って行って、はい、この辺に穴開けてくださいって丸って言って、こうやってこっちに穴開けさせて、もうちょっと下でもよかったかな。あー、すげえ。メイクマン製ですよ。はあ、あ、後ろはベニヤになってるんですね。もうこの合板。はいはいはい。そうです。何回も作り直して。そう、すごっ。買ったらだって1万とか2万とか高いの10万、10万はしない、7、8万するのもあるから。そんなするんですか、花本って。木の種類で。はあ。で高いの叩いたところで別にいい音じゃなかったりするわけ。そうなんすか。マジで。高ければ高いほどみたいな感じじゃないんですね。うん、素材が高いだけ。うん、 あとメーカーの名前がついてるだけ。ああ、そうなんだ。でこれも結構割といい音するんですけど、メイクマン製で、はいで、あのこの叩く面の板があるでしょ、このはいはいはい、これが薄いのよ。はいはいはい、1ミリが 1.2、3ミリなんだけど、はい、これが一番薄くて、はい、これよりちょっと熱くなると音が響かんかったりとか。ああ、じゃあそこはさっきもなんかこう何度も修正したっていうのは。この表の、あの断面の板はこれ5、6枚か7、8枚ぐらい。試してみてってことですか。つけて、のり付け、あの木工用ボンドでくっつけてビス止めして、はい、完全に固まらして叩いて音違うってまた剥がして。ああ、そうか。っていうのを繰り返して。完全に固定したらそうですよね。音も違いますよね。うん、響きが、振動が違くなっちゃうから。そうそうそう。そっか。おう、ミュージシャンみたいなこと言って。いや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 、ミュージシャンじゃなくて、ただ物理が好きなだけで。あ、秋も上手だよ、カホン。あ、そうなんすか。うん、はあ。カホンの目に広告を募集しては一口塗りますよ。あ、スプリングさん。あ、いいんじゃないですか、スポンサー制。いや、でも一口いくらかの話なんですよ。確かに何口の乗ってもいいんですけど一回くっきりでしょ、一枚貼って500円とかでしょいや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 、 いやそんなことないですよ。シュプリームさんだったらね、丸ボロって書きますなんでですか。いや、なんかスポンサーっぽいなと思って確かに急に丸ボロシーだね急に1個出てきましたけど。そう、え、叩くところは動物の皮じゃないんだって来てますけど。そう、花本は、はい、基本木です。ベニヤです。ベニヤなんですね。もともとあのこれあの番組でセッションやってほしいです。あ、こっちで？こっちでってことかな。こっちでってことですかね。僕はいつでもいいですよ。ええ。というか僕はこの時間なかなか来ないんですけどね。そうですよね。はい、寝てるんですよ。あ、もう朝が早いから。おじいだから。そんなおじいっていう年でもないじゃないですか。いや、王子に言われた。どうせひふみさんこの時間寝てて聞いてないよって。あれ言いたいこと言ってたから。聞いてるじゃないですか、しっかり。でも潜ってるんです。大体僕ツイキャスずっと聞いてるんですよ。いろんな番組全部この番組もコメントしないで見てる、はいはい、見てるだけの時って結構ある。ああ、そうなんですか。チェックはしてるんです。耳も目も何個あるんですか。こんな。いやいや、2個と1個です。2個と1個で耳です。間に合います。間に合います。間に合います。すごいっすね。はい。何でしたっけ。
大丈夫なの、ずっと喋ってた。あ、全然大丈夫ですよ。ゆるいなこの番組。はい、もうゆるくやってますんで。いいよゆるいのがガッチガチの番組はね聞いててつまらん。いやでも深夜ですからね11時からなんで。いや昼でも夜でも一緒だよそうっすか。リスナーのコメントが入る隙のない番組ほどつまらん番組はね。チャービいやはい、はい、そうなんですよ。楽しい方がいいですよ。です、ね、ありがとうございます。で番組でセッションって、あ、ひふみさんの番組で、あ、そうだ、きんぴら出てないですよねまだね。ひふみずば1回だけ出させてもらいました。1回来たっけ。はい、だいぶ前になるんですけど。じゃあいいか。なんでですか、なんでですか出てない人を呼びたい。あー、なるほど。でも告知あるとき来て。あ、ぜひはい、お願いします。ありがとうございます。で今空いてるのが12月なんですよ。めちゃくちゃ埋まってる。はい、そうなんですね。あ、でもちょうど1月に、うん、組踊りをやってる中峰義盛っていう同級生がいるんですけど、うんうん、その子と一緒になんかイベントをやろうと思ってるので。あ、いいね。ちょっと12月にじゃあぜひ、はい、いつがいいですか。え、マジで今で日程決めた方がいいよ。もうそんな埋まっちゃいます。ちょっとじゃあ義盛に確認してから。わかりました。いいですか。はい、はい、ぜひ。ありがとうございます、はい、早めに日程組んでください、はい、お願いします。お前この番組でやってなかったっけ、ギターとか本で誰と喋ってるの、誰に話してるのかな。カウボーイ、いや、ワンにお前って言ってるば。いや、怖い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 。友達なんでしょうね。YSP 友達だと思っときます。言ったけど家分かるんだからな口の聞き方急にこの年上の人がお前って言い出したらもう怖いっすから。なんかね、本当になんか俺面白くて、このリスナー、はい、リスナーラジオも素人なのに、はい、沖縄県内で活躍してるタレントさんと結構仲良かったりするから、はいはい、家が分かったりとか。あ、そうなんですね。はい、面白いっすよもう、はい、あ、カープボーイさん、お前とは言ってない、この前この番組でギターとかこの前がお前でっていう話ですね。あ、なるほどね、はい、音声入力なんで、音声入力だからバグってるんですね、はい、確かに俺もカープボーイさんがあんまりお前とか言ってるの聞いたことないからすみませんまで言いました。ごめんね、すみません。すみませんは言うときです。こちらまたすみませんでした。大丈夫です。申し訳ない。はい、あの、お前って言っていいのは元氏だけです。元氏に対してね。言われるとたまにあのプツンと聞いてるんですね。あ、そうですよね。それはもうあの人間として、はい、それはもうあの元氏って来てますけど。元氏はね。僕にお前って言っていいのは、はい、黒い竜巻だけですね。そうなんですね。黒い竜巻さんは OK なんですか、逆に。知ってる？あ、わかりますよ。あいつ俺お前って言っていい人。あ、そうなんすか。はい、なんでかは放送では言わないな、はい、そうなんだ。なんかより聞きたくなっちゃうけど、じゃあ聞かない、聞かないときましょう。後で聞きましょうね。すごい面白い話が。はい、何があったんかな。いや、面白いんすよ。僕は尊敬している人。僕は尊敬している人。ちょっとなんかみんな言葉が下手くそだな。全員。うん、何の話を、誰に何を話してるのかがちょっと、ね、難しい、難しい。ツイキャスってさ、はい、もう今かかんと分からんからってから、あの、なんていうか、会話してるつもりの返事で書いてるから、はいはいはい、タイムラグがあるさ。そうですよね。入力してこっちで見れるまでの間に少し間があるから、うんうん、ずれたりするんだよ、ね。ずれたりして分かる。ひふみさんに尊敬って。もう尊敬ひらがなで書くとすごい下がるな。確かに。尊敬って三敬封じだよ。ひふみさんにの伸ばし棒も入ってますからね。だからね、尊敬ひふみさんに尊敬完全に舐めてますよね。これはこれは完全に舐めてますね。いや、面白いな。ありがとうございます。いつもゴーさんもね、あの盛り上げてくれてるんで、ありがとうございます。ゴーさん、あの思うんですけど、はい、ずっとツイキャスいろんな番組、僕と同じような番組で、はいはいはい、してますけど、奥さん大丈夫ですか。お家、僕ラジオ沖縄のリスナーさんでラジオばっかりやってる人たち、はい、ラジオにハマって投稿ばっかりとかオフ会とか行ってる人たちが、はい、家庭不仲になってる人何人も見てきてるんで、し気になる、心配になるって。心配。うちも一度それでちょっとあの危なかったこともあったんで。あ、なるほど。まあ結局離婚したんですけど。いや、ちょっと明るく言わないでくださいよ。そうなんですよ。そうなんですね。ちゃんとやってます。ああ、読谷町ワイフとちゃんとやってます。あ、違う。本当に？うん？
違う、どういうこと？やってますの矢が今からカタカナになってきました。もうちょっと先読みしないでください。あ、火事やってます。あ、なるほどね。そうそうそう、ほら、もう火事やってるって時点で、はい、アウトさ。なんでですか？すごないさ。わーわーわー、確かそういうことですね。いやでも火事やらないとラジオ聞けないってことです。あー、まあ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 。あ、もうすぐです。もうこれで、体験した人と見てきた人が言ってるからもう。本当ですよ。そうですよね。本当ですよ。じゃあもう今すぐ5歳、今ツイキャス消してください。あたふた うちは何が何でもラジオ優先の生活で家庭がギクシャクで。あなたはラジオ優先以外の話でしょ。そうなんですか。そうなんですよ。暴れん坊なんですか、シュプリームさんは。暴れん坊ですよ。そうなんだ。なんていうのかな、切れた尻尾みたいな。切れた尻尾、ずっと。もうなんか追い先短い感じしますけどね、もう切れた尻尾って。そう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 、いやもう短いです。僕と年近いんで。そうなんですか。50代中盤になるともう人生も見えてますか。そんなことないですよ、今からですけど。いや、それ若い人はそう言うんですけど、実際この年になると本当にそうなんですよ。あ、そうなんですか。やばいですよ。ちょっと、いつも明るいひーふーみーさんが目を深く閉じて言わないでくださいよ。昨日もさ、役所の人が来てからさ、はい、サインしたのよ。何にですか。言えねえよ。言えねえんすか。怖いよ、もう。なんか、ちょくちょく、なんか、ダークな部分見せないでくださいよ。いや、皆さん、明日も元気に生きていきましょう。やばいやばい。ダメ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 。今日何曜日？金曜日？金曜日ですよ。花金だ。花金ですよ。よっしゃ、飲むぜ。もう、元気が空なんだから。牛乳。空元気なんだ、牛乳なんだ、しかも。でも、リスナープレゼントで物が当たると、読谷町ワイフが一番喜んでる。あー、いいね。あー、なるほど。うわ、そういえば。いろんなの当たるんだよ、僕も最近。あ、そうなんすか。死ぬんじゃないかなと思って。死なないですよ、そんな当たったから。今まで当たったことないもん。え、急に当たり始めてる最近。ラジオ生活こんな長いのですか。はい、 FM 小座のホテルのランチ券とか、はい、ディナー券とか、でボンボンって当たって、はいはいはい、ラジオ沖縄でも映画券とか。あ、すごい。なんかね、ランチ券とか、急にあたり始めたんで、俺やがて死ぬぜ。死なないです。でもそのタイミングだったら宝くじとかいいんじゃないですか。買ったわけさ、はい、ダメだったよ。ダメだったんか。言われた、山形の、はい、有名なイタコさんに。山形の有名なイタコさんに言われたんですか。あなたはお金は絶対入りませんって。大金は入らんって。だけど小銭入ってきて、はいはい、生活はできるって。ああ、じゃあだから一発とか当てようと思って絶対当たらんから、はいはい、地道に普通に生活しなさいって。ああ、あと絶倫ですねって言われた。顔じゃないよ、なんか星読みで。絶倫は星で変わるんすか。いや、知らねえよ、俺やってないから。ある人に聞いて。実際は絶倫なんですか。知らないよ、比べたことないから。絶倫ってどうなの。いや、わかんないっすけど、イメージ的に。いや、でも何回も何回もできるっていうことじゃないですか、絶倫って。あ、そっか。例えば多分3回からも相当絶倫だと思いますよ。3回ぐらいが絶倫ですよね、おそらく。あの人答え切れないです。絶倫。俺に聞くな。やばいやばい。ビートでどうにかして合わせて、ひふみさん合わせて乱れを。お願いお願い。比べたことないことわかんねえぞ。ビシッ。絶倫のイメージでこんなこと言ったら怒られるかもしれないけど、一冊一冊で。いや、怒られないよ、はい。あの人、絶倫かな。絶倫とまたなんか激しくなさそうじゃない。同じ、ゆるい、あ、なんていうの、同じリズムでゆっくりとずっと動いてさ。わかります。わかります、わかります。ふーってやらないけど。わかります。ふー。はい。ふー。わかります。ふーっていうので、5時間くらい。アロマキャンドルとか焚いてそうですもんね、お香とか。うん、やりながらふんふんって言いながら、あ、キャンドル消えそうっつって新しいので帰るんで、そのまま。いいなぁ。やってそうだなぁ。いや、生足でな。違います、生足で靴、室内で靴履いてるんです。履いて靴音のカツカツっていうリズム入ってくるかもしれない。立ちでやってるんですか。ミュージシャンだよね。立ちでやってるんですか。立たなくても出るでしょ。カツカツですか。ああ、そっか、床がね。はい。ああ、なるほど。じゃあ、それで。それ。
待って、誰かのコメント今下に流れたな、一つ。あ、なんすか。ちょっと流れてました。文数、文字数多かった人がいた、はい、こっちだ。あ、これか。ひみさん、エンジン乗せ替えした時にこんだけ悪いことあるんだから後半は絶対いいことがいっぱいあるって言ってたから、それが今来てるんじゃないの。その前のリンリンさんあたりです。シュプリームさん、リンリンさん、はい、はい、エンジン乗せ替えしたんですよ、2月に、はい、ああ、今のエブリの、エブリの28万キロ走った、はいはい、エンジン乗せ替えした時に、はい、あれ、この車ミッション新しいねって言われて、はい、そうなんです、少し前に買えた、まだ新品なんですって言ったミッションがこの間死んだんです、はい、もう大変だよ。なんでかな、なんでですかね。右眼不足かなと思って。右眼不足、そうか、今9月でしょ、今日まで9月1日から毎日線香あげてるんですよ、はいはい、あ、そしたらあたりが知ってる。あ、はじゃあ右眼不足だったんじゃないですか。成功王子ありがとうすごい、こんな効果本当にあるんだ。あ、いやいい、じゃあ僕の先祖が、はい、お金という形で僕にプレゼントしてくれてるんだな。そうですね、何かこうちょこちょこ。よし、メールに住所書こうバンバン書いてください。そしたらまた、なんかでも車で一番は、今では車が新しいのが見つかるのが一番のこう、違います、望みですか。皆さんが僕から牛乳を買うことです。牛乳を買うこと牛乳を買うことです、はい、これはひふみさんのツイッターとかに、はい、連絡すればいいんですか。090-1947-521 メモってください。0901橋小羽倉3-4です。いや、おお住所まで行っちゃうんですか、うん、団地なんでね。あ、団地の住所です。あ、なるほどなるほど。亮太さんがいるでしょ。はいはい、亮太と同じ団地です、はい、ああ、そうなんですか。亮太と、いやいや、大丈夫大丈夫ですか。大丈夫じゃない、大丈夫じゃないですね。大丈夫だよ、これピーしてください。ピーして、ピーです。皆さんカットで、これはあれに流さないでください、YouTube に。 YouTube に音楽かけましょう今日そう、埼玉で行きますよ、行きますよ、交通費払ってください空港まで取りに来るなら飛行機賃までお願いします。空港まで行きます。すごいな、はい、もう郵送した方が絶対に。あ、でも郵送できないのか。郵送、一応ネットで販売してるんですよ。あ、そうなんですか。ネットで販売すると本社の儲かになるんで。あ、なるほど、やめてください僕から買ってください。ひふみさんから、はい、飛行機につけてぜひ持っていきます。はい、はい、いやいや、大丈夫、埼玉の郷さん、半年後の日取りのチケットだったら安くで買えますんで。あ、そうっすね。年に2回か、はいはい、1年間のこの LCC の販売日があるので、はい、その日に全部押さえればいいです。超セールみたいな日ですか。内地のリスナーさんが沖縄にいっぱい来る人たちが結構いて、その中でしょっちゅう来る人からどうやって安いのを買ってるか聞いたら、はい、年に2回売り出し日が決まってて、その日になったら全部押さえるって、で近くなってキャンセル料が出ないうちに全部キャンセルしていくって、その中選んでいく、とりあえず全部押さえて、すげえ、あとスケジュールを合わせて合わないところ削っていって行けるところに行ってる。あ、なるほど、本当に安くできてるんだよ。そうなんですね。そう内地のリスナーさんとか、ね、はいはい、郷さんなんかその年に何回か大きな来る人は、はい、2、3ヶ月前に買おうとするけど、はい、早割とかで、それよりもっと早いのが出るんですよ、はいはい、あるんすね。あるらしい、僕飛行機乗れないんで分からないですけど。乗れないんですか、うん、じゃあ配達できないじゃないですか。チケット買い切れないです。あ、だから牛乳注文あったら乗りますそんなにもう自分のにハードを課しながら配達するんですね、はい、1本から70円欲しいんですすごいな本当にね、来年 CM に起床するから次こそその時にって。帰省か、帰省ですね、うん、すいません。次その時に、はい、あ、そう、牛乳ね、ぜひよろしくお願いします、はい、ホテルにお泊まりになるリスナーさんとか、ね、内地から来る方のホテルにも配達してます。今年は元部のホテルにも持ってきました。元部のホテル、はい、それもガソリン代の方がマイナスじゃないですか。いや、会えるんですよ。あ、なるほど、リスナーさんとの交流が。そっかそっか、はい、で僕が元部に配達したという事実が残るので、はいはい、リピートもあるかもしれないし。あ、確かに、そういう人がいるよっていうのが、はいはい、もっとつぶやいてほしいんだよな読みたん日曜日だけです。南部以外は全部日曜日しか行きません。ああ、なるほど。はい、確かに。もう、ザリガニさんが毎週撮ってくれてるんです。ええー。ザリガニさんというリスナーさんが。はいはいはい。はい、
そうなんですよ。そうなんですね。はい、すげえ。今バイトしてるの？してますよ。何やってるんですか？あ、言えないのか。あ、いや別に全然言ってるんです。ツタヤでやってますね、うん、新都心のツタヤで。ツタヤ今どう？どう？何を皆さんツタヤに買いに行くんですか？あ、でも僕はブックのコーナーにいるんで。あ、そっか。本の書籍販売やってるのか。あ、そうですそうです。なるほど。書籍を販売してますね。ツタヤに用事がないんだよな、もうレンタルビデオがなくて。まあ確かにそうっすね。今もネットフリックスとかで見たりとかしますからね。読谷にツタヤないでしょ。読谷にツタヤあるんすよマックスバリューの横に。マックスバリューの横に。あっちもたまにトイレ借りに行くんで。あ、そうなんすか。配達中に。新都心のツタヤ CD とか DVD とかを今販売をやってないって言ってたよ。あ、そうですね。もうゲームとか CD とか DVD は販売してないですね。もう CD 販売DVD のレンタルとかってもうどこもやってないですよ。どっかやってる。あ、ブッ、え、一応ツタヤとゲオ、ゲオかとかはやってますね、まだ。はい、やってるよね。やってますやってます。借りるんだ。一応でもあれじゃないですか、あのサブスクだと出てないやつとかあるね。はい、結構あるんで、うん、そういうのを好きな人は借りるのか、行ってまで借りる。そうですね。足運んで、で、なんか3ヶ月ごととかにラインナップが変わっちゃうじゃないですか、サブスクとか。結構昔の作品とか、うん、その例えばファンタスティックビーストがやるってなったら、うん、ファンタスティックビースト関連の作品がガーって出たりしますけど、はいはいはい、それ以外の時はなかったりとかするんで、うん、なんか本当に映画好きとかそういう方たちは多分結構借りると思います。うーん、あとカードゲームが今販売してて。カードゲームって何？遊戯王とか。遊戯王とか今ポケモンカードが、あれ何だよ、カード出し合って買ったらもらえるとか。いや、なんか違うのか。今もポケモンカードがめちゃくちゃ高いらしいんですよ。あ、なんか機械に入れてからやるやつ。あ、違います。もう普通に遊戯王みたいな感じでこう出して並べて戦うやつなんですけど、トランプゲームみたいな感じの、はい、それ以外になんかもうコレクションとして持ってる人たちがいて、うん、なるほどね。なんでその定価で、うん、まあ、普通にお店で買うじゃないですか、うん、それを定価の2倍とか3倍とかで、うん、転売する人とかがいて、もう要するに売り切れて買いたいけど買えないっていう人がいるんで、そこに需要があって、転売ヤーが儲けてるのか。転売ヤーがそれ目的で結構買ったりとかも。牛乳売りながら転売ヤーしようあれって違法？モラル的にアウトっていう感じですね。一応やらないでくださいっていう。いや、じゃあ裏垢で。まあ、そうですね、バレないように。バレないように。バレないように。ああ、でもな、俺ごっくんちょって言いそうなんだよね。絶対言いますね。あんだけ毎日ごっくんちょって言ってたら絶対裏垢でも言いますよ。セドリでしたね。セドリック？セドリ。ああ。セドリって何ですか？セドリっていうのはなんかその例えば古本屋とかで安い本を仕入れて、はい、でそれをもっと高くで買ってくれるところで売るっていうのから始まったやつなんですけど、うん、今はなんかまあ安くで仕入れたものをメルカリで売ったりとか。でも内地だとなんかその楽天とかで、楽天のネットショッピングで買ったものをアマゾンでまた販売するっていうのをやったりできるんですけど、うん、もう沖縄ではそういうなんか宅配系があんまりできないんで。ああ、なるほどね。そういうなんかメルカリとかになってくるんですかね。はあ、はい、安くなってる商品を、うん、買って売ってあげるっていう、うん、そこで利益を取ると。はい、手数料です。手数料。手数料。ああ、手数料という名の利益。はい、そうですね。なるほどね。とかあれもあります。あ、ひふみさん自分で結構いろんな何でもできるじゃないですか。なんかジモティとかで。そうでもない。いやいや、全然できると思うんですけど。ジモティ、カップラーメン作れんの。いやいや、めんどくさい。ジモティ、ジモティとかで、うん、なんか0円出品されてるなんか家具とかあるじゃないですか、はい、あんなのを買って、取りに行って直して売ったりする人もいるらしいですよ。あんなのは結構なんかいろいろできる人だったら、例えば電化製品とかもし直せる、なんか少し直せるとかだったら。電化製品は壊すことができないな。あ、終わりか。うん、終わった。終わっちゃった。バイバイ。めちゃくちゃ見るの忘れてた。ごめん。すいません。話が長かった。ありがとうございました。今日午後は収録だから。ああ、そうなんですね。じゃあ終わっちゃいました。変な。やっぱり来ないんだ。タイガさん来なかったっすね。忙しいのかな今日。死んで寝てると思います。今日まーちゃんさんが本当縦断マラソンをやってる。朝方からさっきその話してた。あ、そうなんですよ。あれ今日なんだ。今日です今日です、うん、でやっててタイガも付きっきりで朝から多分
9時の配信までやってくる、うん、まあだから聞いてたんで9時って夜の9時夜の9時だからもう多分十何時間もずっとなんか動きっぱなしだと思うんで、きついわ、あの休んでいいよっては言ってたんですけど、なるほどね、はい、なるほど、ね、来れたら来るって言ってたんですけど、ヤクルト戦が転売されてる、レコードローか、あレコードとかいいんじゃないですか、家に300枚ぐらい、あそういうのはいいんじゃないですか、転売って基本的にはアートなんですけど、うん、さっき言ったセドリみたいに、うん、あのこの商品がそのお店に売れ残るのも、うん、そんなのでわかるよ、逆に在庫抱えることでコストがかかるから、はい、だからそれを買ってちょっとした上乗せで売ってあげるっていうのも一応モラル的には、これをこっちはモラル的にはアウトではないので、まだまあその手数料の額にはよるよね、その代わりだからあれなんですよ、結局利益の、うん、利益率が転売とかと比べると低いんですよ、うんうん、ただその代わりそれで生計立ってる人も中にはいるので、やり方によって、やり方次第です、なるほどね、まあ、僕だったら得意なんでヘッドホンとかイヤホンとかは、うん、大体見極めできるんで、スピーカーとか、あースピーカーもそういえば俺山のでっかいのもらった、一人で運べんぐらい重いやつどんだけでかいやつですかマジで、えどれどれちっちゃい冷蔵庫ぐらいの大きさだった、ヤマハのいいっすね、音でも車につないだらボンボンなってから、はい、車につないだんすか、うん、出るかなっつってもらったのもいいけど、はい、つないだら出たい、綺麗なんでじゃあコーン割れてないんすね、コーン割れてない、あいいっすね、そうそうそう、状態がいい、へあれはねライブとかでも使えそうな感じで、まあ大きいところではないけど、キャンサーのこの、JBL JBL のあれよりは、いい音出るはず、音が、大きい音が出るはず、質力、これより大きいんだったらやばいっすよ、うん、大きい、これ 120W 出るんで、わかんない、あれもっとすごいやつ、山形なんとかもうツイキャス繋がってんの、ツイキャス今、はい、繋がってますよ、すいません、皆さん、遅くなってございました、酒飲みてお疲れ様でした、お疲れ様でした、じゃあ、今日飲みに行くの、僕ですか、うん、え、はい、なんか行きます、行きたいな、だけどなこっちで眠れないんだよな怖くてこっちは怖いですね、やばいよ、さっき階段やばかった、取れなかった、なんかちょっとあるんですか、霊感的な、いや、ある時とない時だって、あ今は今日はあるんじゃないすごいすごいすごい霊感の話しだしたのか顔が飛んでこなくて今日はあるかもしれない。怖い。さっき階段降りてるから。これが一番怖いです。これが一番怖いです。やめましょう。これ。はい。面白いな。やろう。自分でどうつってくれ。知らんよじゃねえ。てげいいいい感じと。いや面白いな。こんなって普通にキンピラはねスタジオ入れてくれるんですよ。だけど。そうじゃないですか、そう違う人もいるんですか、違う人もいる、普通の人が入れるでしょ、いや僕なんか普通の人でもいるのさ、僕なんかは、まあ、こっちに来てる人たち、まあ、キンピラとかに限らず、うん、FEC チュンドは割とそういう方がいいですよ、そう木曜日入りづらいよ、いやいやあれは入りづらいじゃなくて、うん、入れないんじゃなくて彼らの特性上だと思いますよ、あの下ネタすぎるからみんな遠慮しちゃうんじゃないですか、そうなんですね、でも入ったら入ったでいつも紹介してるじゃないですか、ひえみさんとゲストさんとか、ああそうそうゲストさんとかね、はい、いつでも来てください、本当ですか、はい、全然、はい、暇でしょ、いや暇ってさっき聞いた限りは暇ではなさそうですけどね、明日は10時ぐらいに起きればいいでもまあ遅いのか、だけど親子ラジオとドアップ期間といけんからあ、そうだ、写真撮るの忘れて、あ、じゃあ今日はもうじゃあ一人スペシャル会、あ、いえ、ぜひぜひひぐみさん、マジっすか、ひぐみさん一緒に入ってください、もう1時間一緒に放送したのこの場所くらい面白いっすね、はい、いや、あ、2つあるんですか、お前、ミンティいっぱいある、今初めて見た、じゃああれ、ぐるぐるしてる、こっちがいいか、こっちがいい、ちょっと待ってくださいね俺、ヒゲ似合うかも、似合うと思いますよ、あれ何でだ、来た、
唇歪んでるぞ。でもこっちが口なんだよ。